今日はこの黄金スライムで巨大スクイーズを作るんだけど、うん、その時になんとグッチーにドッキリを仕掛けたいと思います。ミールキッズクラブの時間だよ。あけるです。さくらです。グッチーです。ミールキッズクラブ。はい、たけるくん、さくらちゃん、ね、二人とも、うん、黄金スライムが大量に入っております。すごいね。今日はこの黄金スライムで巨大スクイーズを作るんだけど、うん、その時になんとグッチーにドッキリを仕掛けたいと思います。はい、はい、で、どんなドッキリを仕掛けるかっていうと、前にメタリックスライムスクイーズを割ったことがあったでしょ、うん、それを今回はグッチーにバレないように割ってグッチーを驚かせちゃいましょう。 OK です。それではグッチーを呼びましょうか。せーのグッチー。よし、今日はよいしょドン、前にサオリンが作ったこの大量の黄金スライムでスクイーズを作って遊んでいきたいと思います。はい、それでは早速やってみる。こちら沖縄本島なんですけれども、雨がすごいです。服が、汚れないようにレインコートを着ました。用意するものはこちらです。このリングとペットボトルを使ってこのスライムをペットボトルに入れていきたいと思います。いきます。はいよ。はい、どんどん。さくらちゃん、スライムどんな感触ですか？これは、まあ、結構手につく系のスライムで、ございます。納豆みたいだね。ね、うん、やべ、すげー熱い。これグッチ本気、グッチ本気モード入った。入っちゃったんだよ。ペットボトルちょっと潰して。オッケー、おお、見て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 、てててー、おー、もっともっともっともっかもっかもっか、うん、オッケー、話いいよ。グッチの行動よ、やばい。はーい、はーい。全部で5本分詰めました。次はじゃん。このでっかい風船にスライムを詰めていきます。このブロワーで風船を膨らませていきます。いいよいいよ。どうぞ。じゃあ入れてきまーす。これや、あ、いってる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 。押してて押してて。あ、いいじゃん、いいぞいいぞいいぞ。入ってる入ってる。いやー、空気が抜けてる。いいぞいいぞ。ボッコンボッコンボッコン。はい、1本分詰めました。もっとスライムを詰めていきます。どんな感じで終わっちゃったんですか、お前。最悪でした。なんだろう、形状保てなかったんですよね。ブニョンブニョンになって、はいはいはい。でそれをお腹の上に寝て、あの仰向けの状態でそれ持ってて、よいしょって閉ち上がったらゴム耐えられなくてプチンって割って、今日は割んないように。いや本当にこれはこれはっていうか、もう二度とギューって、そう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 、よいしょ、オッケー。踏んでいきます。でこれしかないんじゃない。結べました。いない、ちょっと結べたんだけど。完成。さくらくん、さくらちゃん、はい、じゃあこの巨大スクイーズを触ってみてください。はーい。あー、すごい。グッチの赤ちゃんだ。グッチの赤ちゃん。じゃあこのスクイーズを使っていろいろ遊んでみましょう。はい。よし、じゃあまずさくらちゃん、パス。おいで。あ、どうぞどうぞ。すごい。あ、溢れてる溢れてる溢れてる。怖い怖い怖い。まずは巨大スクイーズ転がしゲーム。イエーイ。いくぞ。よいしょ。いや、うわー。割れないこれ。割ったらグッチの責任だからね。じゃあ次はこの巨大スクイーズを誰が一番高く持ち上げられるか勝負します。はい。よし、じゃあたけるくんから出します。うわ、すごい。おー、すごい。いくぜ、レディーゴー。おー。怖いかな。怖い、怖い、怖い、怖いよ。ゴルムライトね。
で行こう。よし、意外といける。あ、大丈夫。あ、ここで、ここでだ。あ、ここでだ。あ、ここでだ。企画でした。さくやちゃん、やってみてどうでしたか？すごい楽しい。楽しかった。楽しかった？うん。たけるくんはどうだった？反応も全くこんなになるとは思わなかった。そうね。それ僕だよ、一番。それもびっくり。あ、最後にグッチ。ちゃんとドッキリにかけられてみてどうでしたか？いまだにやった信じられないんですよ。本当にドッキリの。うわー、悔しい。ちょっと。いや、最初割れた瞬間、本当に何も考えられなかったです、はい、みんなは割らないように正しく遊んでね。割っちゃうとお母さんに怒られちゃうからね。本当に、まあ、全然気づかなかった。え、いつ看板しれっと持ってきて、たけるくん。本当に、いつあったんですか。本当に気づかなかったんですけど。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ちょっと立ち上がりますよ。行きます。3、2、1。あー、冷たい。気持ち悪い。足が気持ち悪い。いやー、ごめんなさい。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。